ドリーム484kg の男たちがベスト4入りをかけて激突。熱気に包まれた横浜アリーナです。ライド級のベスト4最後の一つの椅子をかけ、シドニーオリンピックの銀メダリスト永田和彦とバカサバイバー青木真也が激突。韓国最強横綱イ・テヒョン、韓国シルムの最多優勝回数を誇る男、対するはダッチサイクロンアニサー・オーフレイム、オランダの総合ファイター
まさに2人足して235kg のヘビー級対決。ロシア軍特殊部隊の大砲ガジエフ・アワウディン。ボクシング、レスリング、サンボを学んだロシアのファイターが勝った。最強一族のプリンス、アレック・グレイシー。グレイシー第3世代のプリンスがロシアの特殊部隊の大砲を迎え撃ちます。ボーンクラッシャー、ダレン・ウエノヤマ。日本人の血を引くブラジルからやってきた骨折り男、ボーンクラッシャー。所秀夫ドリーム初参戦、続戦うフリーター、所秀夫。相手はボーンクラッシャー、危険な男。悲運の柔道王ユン・ドンチク、ミドル級グランプリの準々決勝。ユン・ドンチクの寝技が勝つのか、それとも剣豪ゲガール・ムサシ。ユン・ドンチクの寝技地獄にゲガール・ムサシの魂の拳が挑んでいく。空気をも切り裂くハイキック、クロアチアの妖刀ゼルグ・ベンケー・ガルシック。昨年10月はガルシックの左ハイキックの前に涙を飲んだドクターストップの無念を晴らすか、リベンジマッチだ。 K-1 の裏番長キッタイエジェイソン・メイヘム・ミラー。グランドで笑って V サイン、恐怖のメイヘムがやってきた。狂乱のサイコスター、ジェイソン・メイヘム・ミラー。オールド・ジャパン。鉄の鱗に覆われたキングアリゲーター、ベスト4をかけワニ男がメイヘムと激突。トナウド・ジャカレイ。メルビー・マルーフ。ついにこの対戦が実現した。猛獣と IQ レスラーが一騎打ち。猛獣メルビン・マルーフ。IQ レスラー桜庭和志。桜庭の戦略ソフトは猛獣退治のどんなシナリオを描いているのか。ライト級のベスト4、そしてミドル級のベスト4、入りをかけていよいよ激突、横浜アリーナ。夢の戦いは果てしなく続く。人は戦いに夢を見、戦う男は戦いの夢を見る。